ありがとうございました。それではこちらでは、ご来賓からご挨拶を賜りたいと思います。本日は実は玉城デニー知事が参加をいたしまして、最後までの参加をする予定でしたけれど、昨今の事情によりまして、申し訳ありません、私の方がメッセージを預かってきましたので代読させてください。よろしくお願いいたします。沖縄をハブとする東アジアの平和ネットワーク形成を目指す国際シンポジウム、ハイタイ愚通用中ガナビラ、皆様こんにちは。沖縄県知事の玉城デニーです。沖縄をハブに東アジアの平和ネットワーク形成を目指す国際シンポジウム実行委員会の皆様をはじめ、関係各位および参加されている皆様、日々の活動に心から感謝を申し上げます。2019年以降、新型コロナウイルス感染症が世界各地で猛威を振るっており、依然その勢いは衰えておらず、人々の生命健康が脅かされるとともに、社会全体に甚大な影響を及ぼしております。さらにロシアによるウクライナ侵攻は世界を揺るがし、戦争が引き起こす人類の未来への失望と破壊の道のりは絶対に取らせてはなりません。こんな時こそ皆様と力を合わせて、人道的な立場から助け合い協力し、この困難を乗り越えていかなければならないと考えております。私が知事に就任して3年余が経過をしようとしておりますが、皆様のお力添えにより沖縄県が抱えるさまざまな分野の課題について着実に取り組みを進めることができたものと考えております。改めてお礼を申し上げます。今般沖縄は今年本土復帰50周年の節目の年です。沖縄県民は50年前本土復帰によって米軍基地も本土並みになるものと期待をしておりました。しかし復帰前に建設された米軍基地の多くが今でも沖縄に存在し続けており、依然として全国の 70.3% が本県に集中しております。私が沖縄県知事として真正面から政府に辺野古新基地建設の断念、一日も早い米軍普天間基地の閉鎖撤去を訴える力の源は沖縄県民の多数の民意です。辺野古新基地建設に反対する県民の強い意志がある限り、県内移設は絶対に実現しないと確信をしております。復帰50年の大きな節目となる今年、今後50年先を見据え、これまでの沖縄の歩みや発展等を振り返り、先人たちが将来を担う子や孫たちのために描いた新生沖縄像と現状と比較をし、県民が望む沖縄21世紀ビジョンで描く沖縄のあるべき姿の実現に向け、平和で豊かな沖縄の実現に向けた新たな建議書を策定いたしました。建議書には復帰当時の先人たちの願いや現在に暮らす県民の皆様からいただいたご意見などを織り込んでおり、先般日本政府に私から直に施行し、米国政府に対しても建議の実現の協力を求めました。県民の皆様とともに令和4年からスタートいたしました新沖縄21世紀沖縄ビジョン基本計画に掲げる施策の展開に向けて全身全霊で邁進してまいります。さらに新沖縄発展戦略においては、沖縄の潜在可能性を高めている大きな要因の一つはアジアのダイナミズムであると捉え、沖縄はアジア太平洋地域に隣接し、日本本土、中国大陸、東南アジア諸国の中心に位置すること、琉球王朝時代には中国をはじめ東南アジア諸国との交易により、万国の診療として機能し、国際ネットワークを構築していたことなどから、地理的歴史的関係性は地政学的な優位性を持ち、沖縄はアジア規模の経済戦略の共闘歩になりうると記載されております。沖縄県としては新型コロナウイルスにより深刻な影響を受けた
県経済の回復に全力で取り組むとともに、コロナ収束後においては世界経済やアジアのダイナミズムは回復するものと考えており、インバウンド需要への対応や人口、人口型産業の集積などアフターコロナを見据えた施策展開を精進してまいります。結びに、沖縄をハブに東アジアの平和ネットワーク形成を目指す国際シンポジウム実行委員会の皆様をはじめ、参加されている皆様のますますのご健勝とご活躍を心から祈念いたします。ユタサルグトゥウニゲーサビラ、どうぞよろしくお願いいたします。令和4年8月7日沖縄県知事玉城デニー代読でございました。ありがとうございました。はい、それではご来賓のもう一方をご紹介いたします。鳩山由紀夫元内閣総理大臣、東アジア共同体研究所理事長でございます鳩山様より、どうぞご挨拶を賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。お集まりの皆さん、こんにちは。鳩山由紀夫でございます。今回はお招きを賜りまして、大変にありがたく参上させていただきました。先ほどの山本さんのご提案に対しては全面的に賛成を申し上げたいと、まず申し上げておきたいと思います。ちょっと見ていただくと、このかりゆしは先般この沖縄で私が染めたものですが、大変藍染めでありまして、大変いいのだなと非常に喜んでいるところでございますが、残念ながら世界はさまざまな危機に瀕しております。気候変動問題もそうですし、あるいはコロナの蔓延、 COVID-19 の問題もございます。ただ平和という視点から見て、いわゆる安全保障の面から見ても、大変な世界的な危機がたくさんあるという話からまず申し上げて、その解決のために私が年来申し上げております東アジア共同体というものを構想して、それを実現に向けて努力をするということが大変意義のあることではないかということを私なりに申し上げてまいりたいと思っております。さて、この世界が直面する平和を脅かす危機、3つとか5つとか、絞ればそのようになるんでしょうけれども、7つの危機をまず皆様方に申し上げたい。一つは、これはもう盛んに言われておりますツキネスの罠でございまして、進行してくる国に対して既存の大国が焦りを感じ、なんとか懲らしめてやろうという発想になる。そしてその二国の間ではしばしば戦争が起きるというのが歴史的な事実でございまして、米国と中国との間がまさにそんな状況であって、しばしば価値観が違うからとかいろんなことを言われておりますが、価値観がそんなに違わなかった日本が台頭するときにアメリカがどんな行動をしてきたかということを考えればお分かりになろうかと思っております。私はアメリカはウクライナで味を占めて、この次は台湾だと、そんな気持ちになっていないか大変心配でございまして、そのある意味で一環として先般ペロシアメリカの下院議長が台湾を訪れました。韓国のユン大統領はある意味で賢明だったようにも思いますが、面談を避けられました。日本の岸田首相はお会いになったようでございます。こういう状況をどのように判断をするかというのが一つあるのではないかと思っております。また、先ほどもウクライナ戦争のことがございましたけれども、米国が
ロシアという国がさまざま不安感を持っているということを無視しすぎていたのではないかということでございまして、核大国のロシアとの関係はこれは安定に最新の注意を持つことが本当は重要ではなかったかと、 NATO の東方拡大というものがロシアを直接的に脅かす大変な脅威であるということを知っていながらアメリカはそのことをないがしろにしてきたというふうに思わざるを得ないわけでございます。3つ目は軍拡が世界的に進んで、そして核戦争さえ起きかねない危機的な状況に陥っているということでございます。これはウクライナ戦争でこのことが加速をされて、もう世界中どの国も軍備拡張だというような議論になってきておりまして、2兆ドルとも言われておりますお金が軍事費に投入されているという状況がございます。これも何とかしなければならないということであります。さらに価値観の対立、先ほど申し上げたように民主主義対権威主義とか専制主義というような対立をことさらに強く言って、だから西側の諸国は協力をして専制主義権威主義の国と戦っていかなければならないのだと、それがまさに正義なんだというように振る舞っているわけでございまして、こういったことを行えばロシアや中国という大国との間の対立が強まるばかりだということでございます。また内政が外交に対して大変な影響を持つ時代になっております。しばしば、日本も含めてでお分かりになると思いますが、新自由主義の中でどんどんと貧富の格差というものが広がるということ、こういう中でポピュリズムがはびこるわけでございまして、そういう時にどっかに外に敵を作って、その敵に対しては我々は戦うぞということで支持を集めるという傾向があるわけでございます。特に日本の中で顕著ではないかと思います。さらに国境というものと、あるいは民族というものがしばしば一致していないわけでございまして、一国の中にいくつかの民族が存在する場合もあるし、国を越えて民族が存在するということもある。そういう時の民族の自決権という問題が大変深刻化してきているわけでございます。ウクライナの東部においてはご案内の通り、親ロ派の方々がたくさん住んでいる、そういう人たちに対してゼレンスキー大統領をはじめとして、ウクライナがかなり抑圧的にというか制裁を加えてきてしまっているという状況が一方にあったわけでございます。他方にはこれは台湾自身の民族というものの自決権と中国との関係、これは大変複雑な部分もあるわけでございまして、さらには台湾、失礼、沖縄の中にも琉球民族としての自立を求める自決権を行使するという声も当然起きてきてしかるべきではないかと思うわけでございます。さらに7つ目の危機感として、経済がこのような状況の中でブロック化してしまうということがございます。ロシアに対する制裁を加えようとする西側の諸国とロシアに対してまあまあというような人たちグループとの間の相克があると、また中国とアメリカとの間の対立もあるという中で、世界が2つとか3つあるいはそれ以上に分裂するんではないかと、分断化の危機があるということを申し上げていかなければなりません。もうすでに中国のファーウェイに対するさまざまアメリカの行動があるわけでございまして、日本もそれに従ってきていると、中国はそれに対して総循環という考え方で対抗しようという状況が生まれているのも事実だと思います。こういった7つの世界の危機というものに対してどういうふうに振る舞うべきかということを考えていきたいと思っております。ツキデスの罠に関して一言で言えば、この米中の対立を緩和するような方向で米中自身が協力ができないか
いうことが一つあります。例えば先ほど申し上げたような、いわゆるコロナ感染症対策の問題に対して協力しようとか、あるいは地球の気候変動に対してお互いに協力して答えを出していこうではないかというようなことでの協力はあり得ると思っております。ただなかなか協力しにくいような分野に対して、例えば通信の標準化のような時には日本とかドイツとか韓国などが協力をして米中の背中を押さないとなかなかうまくいかないという問題もあるわけでございまして、こういうような時に日本の役割というのは大きいのではないかとも思います。またこの米中の対立が激化していく中で、私は日本の立ち位置というものが非常に重要であって、常にいわゆる対米従属的な立場ではなくて、親米でもいいけれどもより独立した自立した対応というものを行わないと大変世界の中で孤児になってしまうのではないかという思いがございます。またアメリカはロシアの安全保障上の不安感に配慮しなかったということに関しては、まず言わなければならないのは、今回の戦争は米国が鍵を握っているということでありまして、米国が打ち方やめろと言えばこの二国間の戦争はなくなると信じております。特に昨年12月にロシアからアメリカに対して協定をしようではないかということで、ウクライナの NATO 入りというものはやめてほしいということなど、あるいは東部の自治権の問題などで協定を結ぼうということをロシアがアメリカに提案をしました。これは完全に一顧だにされなかったわけでありますが、そのことをしっかりともう一度考えて答えをその中で見出すことということが私はできるのではないかというふうにも思います。また3つ目のいわゆる軍拡が進んできていると、核戦争さえ起きないとは限らないというような状況でございますが、これは皆さん方のこの沖縄が一つターゲットになる可能性がある。南西諸島がご案内のとおり自衛隊によるミサイルの基地化がどんどん進んでいると、こんなような状況をこのまま見過ごしてよいのかと、そうではないだろうということで、ミサイル基地化というものを止めることが本来必要ではないかということと同時に、アメリカが INF 条約がある意味でなくなったわけでありますから、中距離の弾道ミサイルをこれからどんどん生産するとすると、それを使うところはどこかといえば南西諸島だと、相手が中国だという話になるわけですから、果たしてそれではいいのかということで、そこにマットをかける必要があるのではないかということでございます。防衛費を GDP の 2% にまで上げるということに何か国民の多くが賛成をしているようにも思うわけでありますが、そんなお金があれば本来ならば社会保障とか、あるいは教育の充実に使うべきであって、決して防衛費をどんどん増額することに賛成をするべきではないと、私は抑止力のパラドックスというのがあると思ってまして、抑止力を高めれば相手も抑止力を高めようということで軍事力を高めてきてしまうわけでございますので、何らかむしろそれを抑えるような役割を日本が率先して果たすべきではないかと思っております。昨日が広島の原爆投下から77周年という時でございました。この時に日本がいわゆる核禁止条約に対してまだまだ賛成もできていないという状況が情けない話であるわけですが、せめて核の先制不使用というものはさせないとかですね、核を持っていない国には、核を持っている国は決して核を使わないとか、そういうことをやらせることが必要ではないかと申し上げておきたいと思います。価値観の対立の強調に対しては、これはもう言うまでもないと思いますが、価値観というものが違っていたら喧嘩するというのでは外交ではないわけでありまして、価値観の相違というものをいかに乗り越えていくかということが外交の本筋でなければならない。むしろ私はそこに友愛精神が必要だと思っているわけでありますけれども、日本は
日中国交正常化50周年の今年、一番考えなければならないのは、50年前の方が日中の間ではもっと価値観の違いがあった、それを乗り越えてこようとした、その原点を忘れてはならないわけでございまして、私たちとすればこの日本と中国との間で価値観の違いだからうんぬんみたいな話ではなくて、それを乗り越える民間の努力とか外交の努力というものが求められているということを認識するべきではないかと思っております。また内政が外交に影響を及ぼすわけでありますが、それに対しては内政を整えていくということ、日本が経済的にもう30年も停滞している状況からいかに脱していくか、簡単に脱しないとすればいかに脱しなくとしても経済以外に価値観というものを、価値を求めていくということが大事ではないかということを申し上げて、自信回復のための策を講じるべきだと思っております。非常に難しいのは国境とまたいわゆる民族の自決権との間でございますが、ウクライナの東部に関しては私はロシア系住民の人権というものを尊重することが極めて重要だという一方で、日米の両国は先ほども山本さんの話もございましたけれども、中国は一つであると、一つの中国であるということを、日本もアメリカもそのことを中国が考えていることを理解するということで認めているわけでございますので、一つの中国という大原則を再確認することが何より重要ではないかと思っておるわけでございます。また経済のブロック化に対しては、これはロシアとか中国というものも望むならば入れるような、あるいは中国もロシアもそしてアメリカも含まれるような大きな共同体というものを構築するということが一つの方法としてあるのではないかと思います。 RCEP というものがうまく機能すればいいなとも思いますし、また CPTPP に対して中国が、あるいは台湾が入りたいということであれば、その条件さえ満たせれば十分に入りなさいということをいうことが大事ではないかと申し上げておきたいと思っております。さてこういう中で、私は東アジア共同体というものを構築する、あるいは構築に向けて努力をするということが大変大きな意義を持っているということを申し上げたいのであります。なぜならば、脅威というのは能力かける意図であるということがよく言われております。脅威というものは、能力が高ければそれが脅威だということでは必ずしもなくて、相手に意図がなければ脅威にはならないんだということであります。相手の意図をいかにして減災させてゼロに近づけるかということが外交の役割ではないかということでございます。その意味で東アジア共同体というものを実現することによって、東アジア全体を不戦共同体に向けていくということができていけば、決してこの地域に戦争が起きるようなことにはならないわけでございます。私は東アジア共同体の話を習近平主席に何度か申し上げたことがございます。その時にも習近平主席は人類運命共同体ということに通底する話だというふうに理解をしてすることができたと思っておりまして、私がかつて UI というのは、それこそ孔子の論語の中にある仁と序ではないかと、この精神で一帯一路構想を進めていただきたいということを申し上げたら、鳩山の言う通りであると、私は序の精神、己の欲せざるところを人に施すなかれと、この精神で一帯一路を行っていくということを申されたわけでございまして、ある意味で UI 精神というものを理解されている習近平主席だという理解を私はいたしたわけでございまして、こういった友愛思想というものを根底に持って、相互尊重、相互理解、相互扶助の精神で価値観の違いというものを乗り越えて、お互いに平和な国家に仕立て上げていくことが決してできないことはないと、そのように思っています。そのためには
私は沖縄に議会というもの、常設の議会というものを作って、その議会の中で経済、金融とか、あるいは貿易の問題、さらには教育、あるいは文化、スポーツ、こういった問題とか議論を行う、さらには今回の感染症対策の問題とか、あるいは安全保障の議論とか、環境の問題、エネルギーの問題、あらゆる議論を代表の人たちに集まって常設の場で議論をするということ、そのこと自体が大変に意義のあることだと思っています。しばしばこの大国間で G8 とか G7 になったりする、すなわちこの国はおかしいなと思ったらその国を排除するというようなことが行われていますが、そうではなくて、この国が何かおかしいなと思ったら思うほど、その国も中に入れて議論をさせて、その中で妥協点を見出していくという努力が大変大事なのではないかと思っております。そういうような機構を東アジアに作りたいと、そして沖縄にその拠点を作って、沖縄をハブにして共同体構想を進めていく、それが沖縄から平和を発信させる最大のツールになるのではないかと私は考えているわけでございます。一方の例えばクアッドとかフォイプとか、あるいは IPF とか、どうもそうではない中国を排除するようなさまざまな仕組みが作られようとしておりますが、そういうものではなくて、中国もまた東アジア共同体といっても東アジアにとどまらずに、アメリカやロシアも入れてくれといえば大いにぜひ入ってくれというくらいの根性で共同体構想を進めていただくということが大事ではないかと申し上げたいのでございます。最後に申し上げたいのは、そのようなことを行っていけば、私は先ほど申し上げたように脅威というものがこの東アジアにはなくなる、そうなればこの地域全体が平和に導かれるということになると思っておりまして、アメリカなどがむしろ軍産複合体で軍事力を使いたいんだと、武器が売れるからみたいな発想で行うのに対して、いや待ってくれと、そんな必要はないぞというような状況をこちら側で作り出していく、挑発には決して乗らない東アジアになってほしいなと。絶対に台湾有事というものを起こしてはならない。台湾有事は日本有事だとおっしゃった安倍総理が亡くなったのは大変なことだと思っておりますが、まさに台湾有事が日本有事になってはいけないし、だからこそ台湾有事というものを起こしてはならないという最も基本的なところに戻って、日本がそのために何をなすべきか、平和を維持していくためになすべき大きな役割があるのではないかということを申し上げて、駆け足になりましたけれども、私からのこの挨拶とさせていただきます。冒頭でございましたが、皆様方に聞いていただいたことを感謝申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。貴重な提言を含めましてのご挨拶となりました。鳩山由紀夫さん、ありがとうございます。手染めの藍染めシャツ大変に合っております。素敵ですありがとうございます。それでは講演なさってくださる皆様方、どうぞご登壇の方をお願いいたします。羽場美智子先生、それから上里先生、屋良朝博衆議院前衆議院議員、よろしくお願いいたします。羽場久美子先生、失礼いたしました。
はい、それでは、3人あと中国と韓国からネットをつないでおりますので、まず私の方からご紹介をさせていただきます。まず最初に幅久美子先生です。よろしくお願いいたします。それから中国の方からでございます。スクリーンを ご覧になってください。白先生の方よろしくお願いいたします。それではスクリーンの方から、中国社会科学院日本研究所所長の白陽光先生です。はい、ありがとうございます。もう一方が韓国ポリテクニック大学教授のパク・サンチュル先生です。ありがとうございます。それからこちらの方で琉球大学名誉教授の上里健一先生です。ありがとうございます。それからもう一方、前衆議院議員の屋良朋弘先生です。よろしくお願いいたします。はい、それでは早速、最初に幅久美子先生から、ご提言をよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。幅久美子でございます。このような貴重な場にお呼びいただきまして、誠にありがとうございます。また本日は沖縄をハブとする東アジアの平和ネットワークを目指す国際シンポジウムという場で、まさにその沖縄をハブとし東アジアの平和ネットワークを作る、中国や近隣国とは戦争しないという立場から、報告をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今鳩山先生からもご説明がありましたように、現在東アジアの情勢は非常に厳しい状況になっております。今東アジアで何が起こっているのか、誰が平和を乱しているのか、これはウクライナと極めて似た状況が始まっているということが言えます。米軍の増強、そして、多くの、米軍あるいは基地が沖縄の島々に配置され、そして自衛隊が次々と沖縄に入ってきている状況が続いています。参議院選挙での、勝利後、岸田首相はすぐに、憲法の改正、そして、軍備増強について、触れられました。ちょうど最近、8月の3日にペロシアメリカ下院議長がさまざまな反対を押し切って台湾訪問をされ、そしてアメリカは決して台湾を見捨てない、団結して台湾を守るというようなことまで言われました。蔡英文氏は、アメリカは台湾の民主化を支援してくれるんだということで、発言をされ、これは非常に、中国に対する牽制であり挑発であったと思っています。でただ、他方で、中国は、この挑発に乗り、軍事演習をし、さらに日本の、EEZ といわれる、海域にミサイルを発射、したことは、大変残念に思っております。 G7 はそれをすぐ取り上げ、一斉に中国のミサイル発射を、非難しました。ご存知のようにアメリカはウクライナに対して次々に武器を、供与し、そしてウクライナ軍を強くした後、それに対してロシアがウクライナ侵攻をすると 100% ロシアが悪いということで世界中に、ロシア孤立の、網を築いたわけです。これらを考えると、東アジアで
決して、ウクライナとロシアのような関係を繰り返してはならないと思います。これは先ほど鳩山先生もご指摘されたことです。中国は、非常に、厳しい国際情勢があると思うのですが、断じて挑発に乗って軍事行動を起こしてはならないと思います。あっという間に国際社会で孤立してしまう。我々は東アジアでは戦争をしない、アメリカの武器輸出を止める、沖縄の、基地をこれ以上拡大しない、そして挑発的な行動を非難する、ということを、主張していきたいと思います。昨日は広島の、原爆投下、77周年でありましたけれども、原爆を二度と日本本土、中国、アジアに落とさせてはならないと思います。ロシア・ウクライナ戦争は非常に東アジアに似ているとも言われます。ロシア・ウクライナ戦争の東アジアへの教訓は次の通りです。アメリカは NATO の拡大を冷戦終焉後30年にわたり継続してきました。そしてウクライナに対して、特に14年のマイダン革命以降、次々と武器供与を行い、現在も最新兵器の、ジャベリンやハイマースを導入して、自分たちは戦争に参加せずに、ウクライナとロシアというスラブ民族同士の戦いを、背後から支援しているような状況になっています。でところがこれに対して、ロシアがウクライナ侵攻を行ったことで、ロシアは決定的に世界から孤立しましたことはご存知の通りであります。ウクライナはアメリカと NATO の武器でロシアと戦っています。いわば兄弟殺しですね。東アジアの戦争もおそらくアメリカは戦争に参加せずに、私たちが武器を、軍備を2倍増強し、中国あるいはロシア、北朝鮮と戦うなどということは絶対に起こしてはならないと思います。アメリカを代表する国際政治学者のジョセフ・ナイは、ロシアのウクライナ侵攻はアメリカと西側諸国を決定的に有利にしたと、この3月の国際会議で、堂々と言いました。軍事面で、武器供与で、今アメリカの、軍事産業は空前の儲けをしていると言われます。また経済面で制裁することにより、ロシアの、石油天然ガスの制裁によりアメリカのシェールガスの、販売が、倍化したというふうに言われています。また政治的にはトランプによって、落ち込んだ、国際社会の権威が再び回復し、米欧が結束したということが言われています。でこれに対してどうでしょうか。ロシアは軍事、経済、政治において決定的に孤立し、あるいは、弱体化を強いられています。東アジアで、もし中国もこのような形で、戦争を挑発に乗って起こせば、政治、経済、軍事において立ち直れない孤立化に至る可能性があります。アメリカの戦略を甘く見てはいけないと思います。情報戦や政治戦あるいは戦略において、今でもそうですけれども、いかに自分たちが正義の側にあるか、いかに相手が、悪魔であるかということを、徹底して社会に吹き込むことができる。それだけの力はどこのメディアも持っていません。重要なことはロシアも東アジアも戦争を止めることです。国連やトルコや中国やインドの仲介によって、ロシアの戦争を止め、そしてアジアでは戦争はしないということを実現して、いきたいと思っています。バイデン大統領は、21年の6月の G7、 ちょうど1年前ですけれども、コロナ後の戦後に対して価値の同盟を主張しました。歴代の大統領の理念を応用しながら、
そのルーズベルトとかウィルソンは普遍主義によって国際平和を作ろうとしたんですけれども、バイデンは価値の同盟を出すことで民主主義対専制主義という形で世界を分断していくことになります。この、心は明らかにロシア中国の封じ込めを意図しているということです。東アジアが中東やロシアに代わって米中対立の最前線になることは絶対に避けなければなりませんが、今、アメリカが価値の同盟で目指そうとしていることはそういうことです。ロシアよりも中国が、アメリカにとって危ない。なぜならばあと10年もしないうちに中国は経済的にアメリカを抜くからです。アメリカを中国が抜く前に叩こうとするのが今の戦略です。アメリカのインド太平洋戦略というのは、ご存知のように中国封じ込めの同盟としてクアッド、クアッドプラスがあります。実はこのクアッド、4カ国という意味なんですけれども、日米豪印の4カ国戦略対話は最初、安倍首相が提案したと言われています。この4つを結ぶとちょうど青いひし形になって、中国を封じ込め、中国の一帯一路の、陸と海の真ん中にこうくさびを入れる、インドによってくさびを入れるという形ですけれども、実はインドはこれに対して必ずしも積極的に賛成してないということで、さらにそれを強化するために赤い文字ですけれど韓国、ベトナム、ニュージーランドを加えて、これに台湾も加えながらクアッドプラスを作ろうとしています。このクアッドとクアッドプラスは東アジア版 NATO とも呼ばれています。中国、ロシア、北朝鮮を封じ込め、台湾と沖縄をその防波堤にしようとしている、そういう、状況を東アジアで作り出してはならないと思います。今のクアッドには日本とインドというアジアの国が入ってるんですけれども、これに必ずしも日本やインドが、躊躇していることから、なぜ躊躇しているかというと、インドとの経済、ごめんなさい、中国との経済関係、あるいはインドはロシアとの経済軍事関係があって、なかなか思うようにいかない。そこで生まれたのがオーカスです。聞かれたことがありますでしょうか。これは、各国の頭文字を取って、O はオーストリア、オーストラリアですね。それから、UK はイギリス、US はアメリカという、アメリカ、イギリス、オーストラリアの、アングロサクソンの三国同盟です。でこれはさらにクアッド以上に軍事、IT、AI、核のより密接なアングロサクソン同盟と言われています。なぜこのように結びつくのか、すでに中国の IT 人口は10億に至りました。米欧日を合わせてもその2倍近いですね。そうした中で今 IT とか AI っていうのは経済だけでなく軍事や社会やあらゆるものを包み込むという点で、それに対抗するためにクアッドやオーカスを作っているということです。でさらにこれを軍事的に見てみますと、最近よく出る地図ですけれども、日本列島の地図をこう90度西に倒してみると、我々の日本列島がいかに重要なものなのかということが分かります。通常の地図ですとアジア大陸にくっついている小さな島々なんですけれども、このようにひっくり返してみると東アジアにおける、ロシア、朝鮮半島、中国大陸を封じ込める3000キロにわたる大陸封じ込めの自然要塞になります。これをアメリカが抑えることで中国やロシアや北朝鮮が、太平洋に出てくることを抑える。だから、北方領土と、尖閣諸島は非常に重要なんですね。
でまた空のレベルで言えばミサイルがアメリカに飛んでくるのを日本のイージス艦イージスアショアで抑えるということで、いかに日本列島3000キロ、そして沖縄列島の1300キロが重要なものなのかが分かります。もし台湾有事、一番向こうですけれども台湾有事が起これば米軍の、軍事基地沖縄も即巻き込まれる。ミサイルを我々が守るだけではなくて、向こうから撃ち込まれる標的になる。つまりアメリカが私たちを守っているのではなくて私たちがアメリカを守るという図式になります。振り返ってみますと沖縄戦から広島長崎の原爆投下は1944年の10月に米軍の沖縄空爆に始まり、那覇市は 90% が、焼け、野原になったと言われています。それから沖縄戦が始まり、多大な犠牲者が出ました。その後8月6日、まあ、昨日ですけれどもアメリカは広島の都市に私たち市民の上に原爆を落とし、8月9日は長崎の市民の上に原爆を投下しました。私の父は広島で原爆を受けました。そして奇跡的に生き延び最後には癌で亡くなりました。被爆2世として二度と日本に原爆を落とさせない、原爆を落としたのはアメリカです、中国でもロシアでもありません。なぜ私たちは台湾を守るため日本が武装し戦わなければならないのでしょうか。こんなに近接したこんなに仲の良い中国や韓国やロシアに対して私たちは弁慶のように手を広げてアメリカを守るために戦うべきでしょうか。全くその必要はないと思います。沖縄で大量の民間犠牲者を出した、そして、広島の子どもたちや、若者たち、あるいは一般市民、長崎の市民の上に爆弾、都市の上に爆弾を落とした、人道的罪は現在でも、問われなければならないなのだと思います。世界に原爆を都市に落とした国は一つしかありません。ロシア、中国にはそれに続いてほしくないと思います。アジアは平和の地域です。二度とアジアに原爆を落とさせたくないと思います。ここは素晴らしい沖縄の土地です。沖縄は歴史的に平和と交流の島でした。東南アジアからそして中国大陸からそして、朝鮮半島からさまざまなところから人々が流れ着き、あるいはお互いに交流をしてきました。それが東の図、左の図ですね。そして現在、空においても沖縄は世界中とアジア中と結びついています。中国13億人、 ASEAN 6億人、日本 1.3 億人、ここでアジア20億人の巨大マーケットができている。つまり沖縄は平和とマーケットの中心地であり文化との中心地であります。若者と経済界がリードする地域になぜ、大量の武器を入れ、中国大陸に対して武装しなければならないのでしょうか。私は、これに対して沖縄が平和のハブになるようにということを申し上げました。先ほど鳩山先生も沖縄に平和の議会を作るべきだと言われました。そのモデルは冷戦の二極化時代に作り上げられた CSCE ヨーロッパの全欧安保協力会議というものに端を発しています。これは1975年ヘルシンキで NGO が地方自治体と市民が発案したものです。冷戦で世界が2つに分かれているとき CSCE というのはこの一番外側の赤いマークなんですけれども、西側の EU や NATO だけではなくてロシア、アルバニア、セルビア、東ヨーロッパの国々が全部入って話し合いをする場を冷戦期に作ったんですね。私は、先日今ウィーンにあるこの OSCE の本部に行ってきましたけれども、ちょうどロシアの、ジャーナリストを殺害した問題とか、あるいはそのアルバニアでの、
民族対立の問題が話し合われていましたけれども、これも先ほど鳩山先生がおっしゃられたように、どちらの側も出てきてサンキューチェアマンって言いながら自分たちの主張をお互いに、出せる場、素晴らしい場だというふうに思いました。ぜひこれを、平和な東アジアにも作っていただきたいと思っております。アジアは何が得意でしょうか。経済が得意な地域なんですね。これはメガコンピューターで、統計で打ち出した、アンガス・マディスンの世界統計図です。非常に一躍有名になりましたけれども、このメガコンピューターで、GDP を、世界の GDP を西暦0年から2030年まで打ち出すと、その中国とインドが、中国が赤、インドがあの紫なんですけれども、実に西暦0年から1800年まで、18世紀間もの間世界の経済の半分以上を握ってるんですね。落ち込んだのは植民地時代です。アメリカと、欧州が武力によって植民地を拡大する中、アジアは植民地化されて落ちていきますけれども、植民地が解放された第二次世界大戦後再び成長してきて、今やアメリカを追い抜こそうとしている。つまり私たち、あるいは中国の発展というのは奇跡ではなく元に戻ろうとしているだけなんだということです。その元に戻ろうとすることをアメリカは妨げようとしている。それは歴史の流れを武力で抑え込むことではないでしょうか。非常に面白い図を2つ示します。中国の一帯一路、それからインドのサークという組織です。中国もインドもすで、に14億近い人口がありますが、それを自国で囲い込むのではなくて、中国は、地球を半周するというような、100年計画で、世界と結ぼうとしています。インドも実は14億の人口がありながら、すいません、周りの国々と結びついて、南アジア地域連合を作っています。そしてインドの場合はサーク大学、南アジア大学というものがデリーに作られて、今私たちは南アジアでパキスタンとインドなど戦闘をしている地域もあるが、若者たちがここで共通に学ぶことによって将来は友好と連帯の地域になるだろうっていうことも言ってるんですね。ぜひこれをアジアでもやっていきたいと思います。東アジアで平和の話し合いの場を作る。もし政府が難しいのであれば、私たち自治体や市民や若者たちが作っていく。そしてそこで軍事や経済や政治や文化や社会や歴史の話、何でもしていく。このような場を作ってくださった本日の国民連合、山本さんをはじめ皆さんに心から感謝するとともに、本日の進歩を向上化させたいと思っています。アメリカは今米中核戦争を着々と準備して小説にまでしています。ぜひ読んでみてください。2034年という本が日本語にも訳されていて、そのレッドラインは尖閣と南シナ海と台湾であると言われています。もし戦争が起こり、たとえ北朝鮮で一発の核爆発が起こるだけでも、1200キロの領域で30年間にわたり放射能が、この地域を覆うと言われています。これは、スウェーデンの、核研究者が発表したものなんですけど、その1200キロをコンパスで書いてみると、日本列島はすっぽり入り、朝鮮半島はもちろんのこと、中国の重要な、地域、それから、ロシアまで入ってくるということなんですね。絶対に東アジアで戦争はしてはならない。東アジアで戦争が起こったら1億人犠牲者が出る。ウクライナや、第二次世界大戦の日ではないと言われています。東アジアは大国6カ国が集中しているところです。米中ロシア、そして、北朝鮮、韓国、日本でも政府レベルで平和を作り手を握ることは極めて難しい。でだからこそここに、
玉城デニーさんの写真を貼らせていただきましたが、沖縄から市民から若者から平和の礎を作っていただきたいと思います。最後になりますが、何をなすべきか、沖縄や自治体をハブとする平和構築対話の場をここから作っていきましょう。戦争ではなく対話平和、そして日中間と沖縄台湾を結ぶ継続的な平和と繁栄のネットワークを私たちは作ることができると思います。私たちは勤勉さと経済力とそして知力、そして和という、アジア特有の、共同の考え方を持っています。すべての近隣国と仲のいい沖縄を中心に平和のネットワークのセンターとし、アジアに平和を作っていってください。市民若者たちの手で、そして私たちの手で頑張っていきましょう。ありがとうございました。はい、羽場久美子先生、力強いご提言ありがとうございます。